あれ背景ってこれ昨日からだったっけ。なんか可愛くなってる。こんばんは。こんばんは。今日はお休みだったからね、寝てたね。私がお休みの日は寝てました。これ何回言ったらいいのってぐらいさ、これしか言ってないな。私が今日は出かけてましたなんて言ったのあんまないもんね。そりゃ寝てるって思うか。こんばんは。たまーにありますけどたまーにありますけど、もうなんかそんなのたまにとかのレベルじゃないこんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。元気ですか皆さん。こんばんは。寒いですね。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。明日はね、ネイル変える。とんでもなく伸びたこの爪を変えてきます。でも言うて1ヶ月とか1ヶ月ぐらいしか経ってないけど、もうでも人差し指が鬼長い。あんま伝わんないよね。長い。こんばんは。前に割れた爪って今どうなってる
いや、持ってたところで何もならないでしょ。ほかりますよ。いらないやん、そんなコレクションとかしないし別に。初めて聞かれたんやけど、そんなみんなを詰め切ったら捨てるでしょ。それと一緒だよ。いらないいらない、そんなの。こんばんは。チョコの行方安定に可愛かった、嬉しい。チョコの行方はね、難しいんだよね。なんかあのウィンブルドンへ連れて行ってとはなんかまた違う感じじゃないですか。それがちょっと難しい。こんばんは。明日でもなんか天気悪いって聞いたんだよね。やだな、なんかそんな日に。昨日公演楽しかった、ありがとうございます。今日も楽しかったです。ボードゲーム部らしいのでボードゲーム部らしい。私なんか勝手にボードゲーム部になってたから、またなんかもしかしたらなんじゃもんじゃとかしてるかもしれないけど、ぜひあの2分半映像チェックしてください。こんばんは。そうでもこの間なんか急に雨降ってきて傘持ってなくて、傘買っちゃったから使わないともったいないからね、急遽買って無駄な出費を出してしまったので、使えるものは使っておかないとですね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。明日からお酒飲めるようになります。あ、明日誕生日ってこと？アイアイさんと一緒じゃん。3月5日、おめでとうや。こんばんは。メンバーの誕生日覚えてる。うん、なんかわかんないけど記憶力がいいからか覚えてます。大体わかりますね。うん、チーム S はきっとわかるかな。でもあやいさんはなんか覚えやすい語呂を教えてくれて、そこからずっと覚えてます。こんばんは。
記憶力には定評がある。でもなんか全部が全部いいってわけでもないんだよね。わからん、なんか育さんとかスタッフさんの誕生日覚えてそう。さすがに知らないです。誕生日いつなんですかって会話したことないかも。ふたありがとうございます。ありがとう。あいあいさんはね、最近会ったかな、今年入って会ったっけな、レベルでお会いしてないかな。年末に、年末じゃないな、冬コン終わってからご飯行ったんですけど、何人かメンバーとアイアイさんと、そっから会ったっけ、事務所で多分会ってるか会ってないかレベルか、わかんない。そこら辺の記憶力は弱いですね、多分会ったか会ってないかみたいな。会ってるかな、わかんないや。そうで、しかも冬コン終わりだからさ、もう12月ま半ばぐらい、半ば中過ぎぐらいだから、相当よね、多分会ってなかったら。こんばんは。そう、あやえさん、そう、るーちゃんとさ、マリンとかと同い年だから、まあ同じチームだったし、そう、わりかしすごい喋りやすい先輩でした。まあ今もそうだけど、こんばんは。マリンと2歳差、そうです、マリンとは2歳差ですね、2歳差、うん。こんばんは。なんか昔は2歳しか離れてないんだって思うことの方が多かったけど、最近はなんか2年先に生まれただけだけど、だいぶ違くない2年ってって思うようになった。そう、前までは2歳差ぐらいならまあまあまあほぼ同い年かなみたいな感覚だったけど、今はなんかそんなこと、そうでもないなって思うね。2歳差でも結構大きい差よね。こんばんは。
マリンさんと幼く見える？嘘。でもなんか、言われ、まあ確かに言われてみればって感じですね。こんばんは。だってもうさ。私来月4月になったらもうあと二十歳半年とかになるんだよね。結構嫌なんだけど。もう21歳になろうとしてるってことでしょ。普通に無理なんですけど。止まれ、本当に時を。本当に嫌だ。私取りたくない。嫌だな。やばくない？普通に考えて。この間なんかハッピーバースデーした気でしかないんだけどさ。やだなー。こんばんは。21になる時が来るって考えるとちょっとやばい。何かが こんばんは。でもなんかいつに戻りたいかって言われてもわからないんだよね。でもいい意味で毎年っていうか毎日楽しいから、なんかこの時が一番楽しかったって思える年っていつだろうって考えてみても、まあ確かになんかあの頃って若かったしキラキラしてたなとか、なんかそれなんか若いなりの楽しみ方してたなって思う時もあるけど、結局楽しいのって今かなって思うタイプの人間なので、そこまでな過去をなんだろう引きずらないみたいなところはあるけど、ただ単純になんか年を重ねたくないっていうだけです。美人は今が最強。いや、それであってほしいです。あの頃の時が一番可愛かったですって。それはそれでちょっと悲しい。
こは常に常に保ちたいですね。こんばんは。寝るって何分ぐらいできるの？ものによるんだろうと思いますけど、2時間ぐらいじゃないかな。2時間あれば終わりましたって言われます。もう今だいぶ長すぎてさ、めっちゃ不便、生活が。だからちょっと短くしようかなって思って、爪を。結構短いんだよね。違う、長い。いつもでもね、その伸びた分しか切ってもらわないから、寝る中はね起きてます。私が行ってるところはなんかテレビがついてるから、それを見てるか、だいたいお昼の時間帯に行くことが多くて、お昼かまあ夕方か、だからその時間帯にやってる情報番組とか見てますか、その普通にお話ししてますね、いるの方と。そう、もう基本聞き役人間なので聞いてられるんですけど、おしゃべりは。ただ自分が話せに行けないだけで。ただでも聞いてるんだけど、なんか本当に聞いてるって言われる時もあるの。それは多分私の、なんだろう、あんまりなんか興味なさそうな顔になっちゃうみたいなところもあるんですけど、いやめっちゃ聞いてるんですけどね。そう、たまに言われるんです、本当に聞いてるのって。聞いてるよって言い返すけどね。よくあやかぴょんに、そう、なんか、で、なんか携帯見ながらその喋ったりとかするじゃん。普通になんか面と向かってさ、こう顔合わせて喋るとかじゃなくて、普通にお互い携帯見ながらさ、こうさ、ああそうなんだみたいな感じで言うとさ、ね、本当に聞いてるって、なんか適当みたいに言われる。聞いてるってって言いながら携帯見てるからね。聞いてなさそう。確かに見た目は聞いてなさそうだけどね、ちゃんと聞いてます。
マリンによく言われる。マリンは独り言が激しいので、でも最近なんか独り言かみんなに喋りかけているのかっていうのを見極めるようにしてる。あ、これは今みんなに伝えたいのかなって時はちゃんと耳傾けてるんだけど、あ、絶対これ独り言だわって時は別に聞いてない、聞いてないっていうか、あ、独り言喋ってるなぐらいにしか感じてないかな。そう、結構なんかそういう感じですね。でも一応なんか聞いてることにはなるじゃん、独り言だとしても。でしかもなんかマリン結構早口なんよ、喋るの。その上さ、ちょっと滑舌がさ、なんかうんって時があるからさ、何言っとるか分からんのよ。いや、まあ大体分かるんですけど、言いたいことはね。そう、ちゃんと聞いてあげてます。超上から目線、聞いてあげてるとか言ってね。こんばんは。早口、なんか早い。早いかも、喋るの。ギフトありがとうございます。ありがとう。だから私は基本人の話を聞くタイプですね。あんまり自分からは話さないか。でも多分なんかあゆかぴょんとかはなんか沈黙が嫌みたいな、なんかその楽屋がシーンってなってるのが嫌らしくて、そう、誰か喋ってよってよく言ってます。私は別にそれはなんか何とも思わないっていうか、普通に今日静かだなぐらいにしか思わないタイプなんですけど、そう、あいこぴょんはそれがなんか嫌らしくて。そう、なんか誰か喋ってよっていうか、泉ちゃんがよくなんか誰か音楽かけてとか言ったりしてます。こんばんは。そう、みおまるがねかけてくれる。大体 K-POP が流れてますね。 K-POP か、まあ、アイドルが流れてます。こんばんは。
メンバーで流行ってる曲ありますか？わかんないな。あんまりこの曲いいよとか言わないんだよな。でも昨日あやとキミちゃんと日プのお話した。キミちゃんって本当に面白くて、なんか本当に面白いんですよ。ただもうなんか身内ネタっていうか、その分かる人にしか分からないような感じだからこそあれなんだけど本当に面白いの。すずちゃん夏メロかけたりする？私はね、この間なんかそのハロプロさんの曲ってサブスク解禁されてなくて、私でも買ってるから流してた。ラブマシーンとかみんなわかるじゃん、ラブマシーンってあとあの桃色片思いとか、あとなんだっけ、イエイめっちゃホリデーとかを流してました。この辺でも有名じゃないですか、まあ、どこかしらでさ聞いたことあったりとかさするから、そう流してた。ギフトありがとうございます。ありがとう。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ちょっと前はでもね、なんだっけ、グリーンさんとか流れてましたよ、楽屋で。そういうなんか J-POP、 なんていうの、 J-POP っていうの、懐かしい、あの私たちが小学生とかぐらいに流行った曲とかも流れてたりする。こんばんは。グリーン何聞く？オレンジ。あれ、オレンジって曲あるよね。それが好きです。めっちゃね、なんかね、すごいお父さんの車の中でめちゃめちゃ聞いた記憶あるんだよね、ちっちゃい頃。その記憶がなんか今いまだになんかかすかに残ってる。え、有名だよねオレンジって。多分聞いたら分かりそうだけど。こんばんは。そう、オレンジって曲。え、でも他にも聞くけど、オレンジが好き。
そうだから、それでその楽屋の中でもこの曲を知ってる世代と知らない世代みたいなのが生まれてしまって、私たちが勝手にショック受けるみたいな。そう、そう、クルミンとかが知りませんみたいな言ってて、そっかそうだよねみたいな。もうそこでもうジェネレーションギャップじゃないけど、なんか知ってる年代と知らない年代がさ、もうさあんのちょっとショックだった私ももうこっち側かと思ってちょっと悲しくなりました。今まで知らないかもって思ってたものがさらに若い子が入ってきてしまったため、そりゃそうだよね、そう、知らないですって言ってて、ああそうだよねみたいなたった4個差ですよ。いや4個って大きいよ。だって私とさ、ちかさんと同じ分だよ、 4つって。そう考えたらめっちゃ離れてない？ 4 つってまあまあお姉さんに感じるんだけど、逆に言うとちかさんとかしっかりしすぎててさ、もっと上であってほしいって思っちゃうこと多々あるもん。感覚的に6個ぐらい離れててほしい。なんかもうしっかりしすぎてて4つってだから結構大きいんだよ。アラサーっぽい。いやなんかそういう意味じゃなくて、なんかめっちゃ大人っぽく見えるとかじゃなくて、なんだろう、そのなんか話し方だったりとかっていうのを見た時とか聞いた時に、その自分がもしその年齢になった時にこんなことできてるのかなって思ったりとかすることが多すぎて、そう、すごい。そこかな、すごい先輩をなんか見てると、ああ4つしか離れてないんだって思います。そこにショックを受けるよね。しっかりしすぎてらっしゃるから。でも先輩ってそういうものなのかなと思ったりするんだけど、こんばんは。あともうちょっとしたら終わろうかな。50分になったら終わります。こんばんは。
今日は早く寝たいところだけどね。今日もか。だって今日なんか昨日なんか寝ようとしたらなんか3時ぐらいにパッて窓見たら、そうなんか月がめっちゃ見えた昨日。そう最初月じゃないように見えて部屋の明かりかなと思って電気消したけど月だった。今日は何時に寝れるかな。早めなんか寝れなくても早めにベッドには入りたいよね。もう起きてても何もなんかめっちゃこれやらなきゃとかもまあなくはないけど。そうめっちゃ月綺麗だった昨日。こんなはっきり見えるんだって思った記憶。すぐ寝たけどその後。こんばんは。なんかほんとさやらなきゃいけないってことがある時に限ってダラダラしちゃう。なんなんだろう。最近なんかなんか日プの実況みたいなしてる TikTok を見るのにハマっててすごい面白いんですよねそれを見て、あとなんかアイス食べてる人がいてアイスいいねって思いながら見てます。アイス食べたい。皆さんも早く寝てください早く寝てください。早く寝てください。何時に寝よう。目標でも1時半までにはベッドに入りたいな。頑張る。こんばんは。そうでも昨日の DMM をねさっき見てたので続きを見たいんですけど、まあでもそれはお風呂入ってからでもできるもんな。そうなんか別に今やんなくていいやんみたいなことをさやりたがるからよくないんだよねきっと。
覚性がなさすぎですね。ギフトありがとうございます。こんばんは。もう今日が終わっちゃうやん。早いね。そろそろ終わろうかな。50分だったから。ありがとうみんな、今日もありがとうございました。また明日会いましょう。おやすみ。ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。